すいません。お待たせしました。こんばんは。音声大丈夫でしょうか？音声大丈夫でしょうか？お手です。ありがとうございます。カタカナのあちさん。いやー、すいません。ちょっと、資料の整理に時間がかかってまして、はい、大変でした。いやー、もうね、すいません、本当に。まあ、ネタとしては、どうやって言おうかって。まあ、ちょっと、ワクワクしながら、作ってたんですけれども、はい、すいません、時間がかかってました。ちょっと遅れたこと、お詫び申し上げます。すいません、本当に。で、今日のテーマなんですけれども、はい、行きますね。ちょっと待ってくださいね。行きますよーと。韓国に沖縄売るのか。デニー知事。韓国に沖縄売るのか。デニー知事。まあ、なんで韓国とかを言うのがいきなり出てくるのか。なんで韓国。ちょっと、まあ、わからない方のために、ちょっと順番を追って説明したいと思います。まずちょっと、この、韓国ってなんで出たのかっていう前に、ちょっと、この放送する前に、どういういきさつがあったのかってのを、ちょっとざっと振り返ってみたいと思うんですけれども、まあ、さっきの、参院選の、選挙期間中に安倍元総理の暗殺されてしまいましたね。で、犯人が捕まりました。で、実行犯山上っていうやつですね。はい。で、母親が世界平和統一家庭連合、統一教会に献金したことで、まあ、自分の家庭が崩壊してしまったと検査し、まあ、そういう供述したらしいんですよ。で、それがきっかけで、マスコミ、政治家の方、主に自民党ですね。自民党の政治家が統一教会とどれだけつるんでるのかっていうことを、もうとにかく自民党叩きのネタにしようってことで、執拗にしつこく、自民党と統一教会のつながりを調べてみようと、そういうふうに報道し始めたんですよ。ちょっと次のスライドいきます。で、まあ、その中で沖縄でも煽りを食らって、じゃあ、県知事選挙、候補予定者、佐喜真淳さん、まあ前の宜野湾市長なんですけれども、その方と統一教会とのつながりはってことで、まあ、沖縄の新聞、琉球新報と沖縄タイムスが追及したわけなんですけれども、ネットでは、じゃあまあ、そうやって記事出てるんだけど、デニーさんってどうなの？デニー知事はどうなの？ってことで、新報タイムスへの反論っていうのが始まったわけですよ。こんな感じで、世界平和統一家庭連合、那覇家庭教会っていうところのサイトに、そのサイトが、そのサイトの写真がいろいろ公開、ほじくり出されたわけですよ。で、そこに、デニー知事が写ってますと。まあ実際この写真っていうのは、まあ、民団沖縄県本部っていうところがやってる、会合の写真なんですけれどもね。まあそこの、写真を出されたっていうことで、デニーさんって統一教会と関わってるんじゃないのかって言われましたね。はい。そうですね。で、そうやって、
ネット上では、そのデニー知事と統一教会の関わりあるんじゃないかって言われた。で、他の宗教団体との関わりもあるんじゃないかっていうふうに言われましたね。この赤、黄色、青。赤、黄色、青。まあ、この旗が、前回、2018年、沖縄県知事選挙の時に、デニー陣営でも、すごい力強く振られて、存在感をアピールしてたんですよね。で、まあ、この旗ってのは、まあ、ご存知の方が多いと思うんですけれども、創価学会の旗ですね。じゃあ、デニーさんも宗教団体、創価学会と関わりあるじゃないかっていうふうに言われたわけなんですよ。まあ、宗教団体と政治家、それも選挙の時、思いっきりズブズブ関わってるんですよね。で、この2枚の写真を出したんですけれども、右じゃない、左側の写真なんですけれども、人がたくさん写ってる写真なんですけれども、これ、琉球新報さんの記事に載ってた写真なんですよ。思いっきり、もう、デニーさんが、創価学会の、学会員の方の応援を受けていると、もう思いっきり記事にしてましたね。で、これも、右側の写真もなんか後ろにいる女性のカメラマンですかね。なんかもう、これでいいのかなっていう目線、いう表情をしてますけれどもね。もうこれで、デニー知事は、創価学会と自分は関係ないとは言い切れないですね。選挙の時に思いっきり関わってるわけですから。で、そんな動きに対して、新聞はどのようにやったか。まあ、これ今日の記事なんですけれども、新報タイムスそれぞれこんなタイトルで記事を出しましたね。まず、新報。玉城沖縄知事が統一教会会合に参加は誤り、民団式典の写真、勝手に使われた。ファクトチェック。タイムスの方。沖縄デニー知事、旧統一教会のイベントに参加？本人は強く否定。ネットに投稿された写真の正体。ということで、どちらも今日出してますね。で、そのそれぞれの記事を見ていきますと。まず、新報さんの記事から。ちょっと全部読み上げるのもあれなんで、ちょっと重要だと思うところを赤い文字にしましたね。玉城沖縄知事が統一教会会合に参加を誤り、民団式典の写真、勝手に使われた。ファクトチェック。玉城デニー知事が統一教会の会合に参加しているとの指摘が、登壇している写真とともに短文投稿ツイッターサイトに、サイト、ツイッターで取り沙汰されている。だがこれは誤りだ。写真には民団の文字が写り込んでいる。これは韓国政府公認の民族団体、民団沖縄県地方本部のことで、民団沖縄は恩師に勝手に写真使われたにだ。抗議したいにだ。民団は那覇家庭教会と何の関係もないにだ。と話している。まあでも、なんで、
統一教会の関係者がそこにいたのかなと思うんですけれどもね。で、つい最近、統一教会のページから消されたんですけれどもね。なんで消される前ずーっと載ってたんだろうって思うんですけれどもね。民団と統一教会って関係あったじゃんって思うんですけれどもね。はい。で、玉城知事は28日、会見で本市の質問に答え、挨拶しているのは民団50周年記念に公務として出席し、祝辞を述べた際の写真だ。九段の関係する団体とは一切関わり、関連はないと述べた。いや、思いっきり関わってるじゃないかって思いますよね。はい。公務としてですよ。公務として民団の式典に参加したんですよ。はい。で、次。タイムスの記事。知事、ちょっと、沖縄デニー知事、旧統一教会イベントに参加、本人は強く来て、ネットに投稿された写真の正体。で、これもちょっと、重要な部分だけ、ちょっと上げていきたいと思いますけれども、知事は28日の記者会見で見解を問われ、在日本大韓民国民団、県地方本部の創立50周年記念式典に参加したものとして、統一教会のイベントに参加したことを否定した。旧統一教会とは一切関わりないと述べ、22日の会見に続き重ねて関係を否定した。知事は民団の式典が2020年11月24日のにあり、公務として出席し、祝辞を述べたと説明した。で、民団50周年式典への出席は、県が報道機関に公式の知事日程として発表。本紙沖縄タイムスは2020年11月23日付で知事の予定として掲載している。27日付では、式典を報じ、知事の挨拶を記しているとしてますね。ということはどういうことか。はい。どういうことか。玉城デニー知事が参加した会合は統一教会のものではなくて、正しくは在日本大韓民国民団、の50周年記念式典で、日付は2020年11月24日で、沖縄で行われた式典にデニー知事、公務として出席して祝辞を述べたんですよね。で、民団はこの写真統一教会で無断で使われちゃったにだ、怒るにだ、賠償にだとか、まあそんなこと言ってるんでしょうねという感じですね。はい。で、じゃあどういうことが言えるかって言えると、玉城デニー知事は民団、在日本大韓民国民団と深い関わり、まあ公務と称して式典に参加するぐらい深い関わりでしたからね。はい。公務ですよ。公務として民団のイベントに参加したんですよ。で、この民団って、まあさっきから民団って言ってるんですけど、どんな団体か調べてみました。まあどんなことを言ってるかって言いましょう。調べたんで。まあいろんな地方支部があって、で、その地方支部が、まあいろんな、いろんな自己紹介してるんですよ、団体の。はい。で、在日本大韓民国民団。民団の大阪府地方本部。まあ、大阪府にある支部でしょうね。そこが、ホームページに載せてたことを紹介します。民団ってどんな団体？民団は、1946年、
10月3日、東京日比谷公会堂で在日本朝鮮居留民団として創設された在日同胞、まあ在日韓国人ですね。在日韓国人の、在日韓国人による在日韓国人のための団体です。はい。で、団費は何に使われているの？まあ団費っていうのはこの民団のお金なんですけれども、ここにすごいこと書いてあったんですよ。民団は皆さんからの団費、まあ、会費でしょうね。会費、参助金と韓国政府の補助金。もう一回言います。韓国政府の補助金。もう一回。韓国政府の補助金。もう一回。韓国政府の補助金によって運営されてます。貴重な団費は民団の基本財政であり、運営管理費はじめ、様々な活動を行うために活用されています。要はもう、韓国政府から補助金をもらってる団体、韓国政府からお金もらってるんですからね。韓国政府からお金もらってるって自分なんかから言ってるわけですからね。はい。まあ、ということは、まあ、韓国政府の意向、お金をそこに、民団に提供するのは、韓国政府の意向とも考えられますね。はい。で、もうちょっと調べてみました。次のスライド。まあ、その、民団の大阪府、大阪市、府地方本部、大阪支部にあった、ファイルなんですけれども、こんな質問が載ってました。在日韓国人も、兵役義務が課されるのか？回答。韓国の国籍を持つ男性は、兵役法により、兵役の義務が課されます。義務を遂行しない場合は、当然罰せられます。これは、外国に滞在する韓国人、韓国籍の方も同様です。まあ、要はもう、日本に住んでる韓国人の男性も、兵役の義務がありますよ。まあ、兵役の義務が生じた時には、ちゃんとその義務を果たしてくださいね。その義務を果たさないと罰せられますよ。ということだった、ことなんですよね。はい。で、ちょっと戻りますけれども、すいません。一枚ちょっとスライド戻りますけれども、もう一回ちょっと、見てください。民団ってどんな団体？民団は、在日同胞の在日同胞による在日同胞のための団体です。まあ、これは在日韓国人の、在日韓国人による在日韓国人のための団体です。ということですね。はい。で、その外国人、その在日韓国人って、どんな人なんか？というと、兵役の義務があるんですよ。在日韓国人の男性、兵役の義務があるんですよ。兵役の義務があるってことは、日本と韓国の、韓国の間になんか利害関係、利害関係、も、まあ問題が発生したとき、在日韓国人は韓国を、韓国に従う義務があるっていうことですよ。その、日本と韓国に何かあったとき、韓国政府の言う兵役の義務、国防義務に従う義務のある在日韓国人、そういう人たちがじゃあ何を言っているか。これは、その在、民団の沖縄県地方本部、沖縄支部のページなんですけれども、私たちは地域住民として住んでいる地方公共団体、都道府県、市町村の参政権を望んでいます。私たちはもう、まあ、ちょっとざっと読むと、私たちは日本に住んでて、住民税、所得税、いろんな税金払ってるから、納税者なんだ。だから、参政権もよこせ。
納税者だから3世紀によこせと言ってるわけなんですよ。まあこれはっきり言えばもう無茶苦茶な理屈なんですよ。はい、無茶苦茶な理屈これ。はい、地方自治体の乗っ取りします宣言、はい、まさにその通りで、税金払ってるから選挙権よこせ、こんなバカな理屈どうしてダメなんですよ。はい、まあ税金云々で、税金支払ってるかどうかで参政権あるかどうかってやるんだったら、もう貧困で苦しむ人たち、そういった人たちの声が反映されなくなるんですよ。それは絶対あっちゃいけないって思ってるんですよ。はい、そんなことやったら18歳19歳の高校生とか大学生とかって、どんなに政治に思いを反映させたい、一票投じたいとしてもできなくなるんですよ。せっかくできるようになったのに、そうなってもいいんですかという問題なんですよ。まあそれはもうこの民団の言い分っていうのはもう跳ねつけるべき。民団の言い分は絶対却下、却下、却下。民団の言い分、在日韓国人の言い分は却下すべき。そういう参政権をよこせっていう言い分は却下すべきだと思います。はい。で、まあ、まあ、今までのまとめなんですけれども、民団ってのはもう、韓国政府の意向、お金を受けて、支援金を受けて、外国人参政権、日本で投票す、日本で参政権投票したり、まあ選挙に立候補したり、そういう権利を日本から、得ようとしてる、そのための暗躍をしてる工作団体と言っても、まあ、関係、もう過言ではない。そう言っても、間違いではないと思います。で、そういう人たちは、まあ、韓国と日本で何か利害が衝突したときに、韓国側に立って、兵役の義務、国防義務を果たさないければいけない。そういう人たちなんですよ。そういう人たちが外国人参政権、我々にも日本で投票する権利をよこせ、日本の参政権をよこせ、そうやって言ってるんですよ。韓国からお金もらって、韓国政府からお金をもらってる人たちが、そういう人たちの集団が民団なんですよ。はい。まあ圧力団体、工作団体といっても、まあ、言葉が過ぎるっていうか、まあ、普通だと思いますけれども。まあ、工作があれだったら、侵略って言いましょうか。武力を用いない侵略をしようとしてる団体。制度面から日本を侵略しようとしてる団体。それが民団。はい。民団なんですよ。はい。そういう、ちょっとやばいことを考えてる団体なのに、沖縄県知事が、そんな団体の式典に、公務で出席、公務として、県知事の仕事として出席して、祝辞を述べてるんですよ。はい。いやーもう、これ、宗教、政治と宗教云々より、外国政府から、行こうとお金を受けて、日本国内で工作やってる、圧力をかけてる、そんな団体なんですよ。だから、宗教、政治と宗教云々レベルというレベルよりもっとやばいレベルなんですよ。はい。玉城デニー知事と韓国とのつながり、ファクトチェック。いやもう、すいません。今回のスライドに載せられなかったんですけれども、この民団の沖縄地方本部、民団の沖縄支部は、SDGs、沖縄県の SDGs 推進パートナーとし、パートナーの団体として、県のホームページにも載ってるんですよ。
県がその民団の沖縄支部と一緒に沖縄での SDGs を進めていきましょう。そうやってるんですよ。この民団ってのは韓国政府からお金もらって、その意向を受けていろんな活動をしてる団体なんですよ。要はもう韓国政府の手先なんですよ。そんな韓国政府の手先の団体の式典に、そういう団体のイベントに、沖縄県知事の玉城デニーは公務として参加してるんですよ。だから、玉城デニー知事、あなたは沖縄を韓国に売り渡したいのですか？韓国に沖縄売るのか、デニー知事。韓国に沖縄売るのか、デニー知事。だから、この韓国が出てきたんですよ。いや、もう、本当に。まあ、パッと調べてみて、わかったんですけれども、恐ろしいなと、本当に思いましたね。いやー、新報さんも、タイムスさんも、この動画、見てると思うんですけれども、どうです？デニー知事が、そのマイク持って立ってたのは、統一教会ではないけれども、民団、在日本大韓民国民団という、韓国系の団体、そこのイベントの、イベントで呼ばれて立ったと。カルガモさん、沖縄公務、沖縄県の代表として、沖縄県知事の代表として、民団の、イベントで挨拶してるんですよ。民団って韓国政府の手先なんですよ。韓国政府からお金もらって日本国内で動いてる団体なんですよ。そんな団体のイベントに沖縄県知事が参加して、公務でですよ。公務として、県知事という肩書きで参加して、祝辞述べてるんですよ。いやー、タイムズさん、新報さん、これ、あれじゃないですか。統一教会が云々っていうよりも、やばくないんじゃないですか？いや、統一教会と関係ない、いうふうにして言ったんですけれども、今回のこの私の、作った、私の取り上げた話題、提供してくれたのはタイムスさん、新報さんですからね。いや、もう本当に今日は、ある意味もう新報さん、タイムスさん、いいネタをくださって、いいネタを記事にしてくださって、ありがとうございますって、本当に思いますね。おかげで、デニー知事がどんなにやばいのか、デニー知事が、公務で挨拶にするほどの団体がどれだけ宗教団体よりやばいのかっていうことが、しっかりとわかりましたからね。いや、デニー知事と民団がつながってないとかって、後から変な言い訳記事書かないでくださいよ。ちゃんと、あなた方が、新報さん、タイムズさんがちゃんと、記事にしてくれたんですからね。いや、もうその辺よろしくお願いしますよ。いや、民団、最後に言いますね。在日本大韓民国民団。韓国政府からの意向とお金をもらって、日本国内で外国人参政権の実現のために暗躍してる工作団体。これ、武器を用いない侵略をやってる。武器を用いない韓国から日本への侵略をやってる。と言っても、過言ではないですね。そんな団体が日本で
式典をやりました。そこに沖縄県知事が公務で出席して、公務でですよ、県知事の肩書きで出席して祝辞を述べました。これはもう新報さん、タイムスさんがしっかり報道してくれましたからね。はい、ファクトチェックって言ってやってくれたのは新報さんですからね。はい、ちゃんと事実に基づいて新報さんはまあやってくれたんだろうなと思います。はい、だからもう玉城デニー知事、あなたは沖縄を韓国に売り渡したいのでしょうか。韓国に沖縄売るのか、デニー知事。韓国に沖縄売るのか、デニー知事。はい。いやー、もう、デニー知事、本当に、あなたは沖縄県民より、韓国政府の意向が大事なんですか？これを見てる皆さん、デニー知事にまた任せていいんですか？沖縄県民より韓国政府優先のデニー知事に、また沖縄県知事任せていいのですか？皆さんしっかり考えてください。はい。デニー知事は嫌だ。カタカナの八さん、そうです。はい。いやー、もう、はい。もう沖縄県民として、これはありえないよと。政治家と宗教云々より、デニー知事のやってることはやばいよと言いたい。はい。何度でも言いますよ。韓国に沖縄売るのか、デニー知事。韓国に沖縄売るのか、デニー知事。韓国に沖縄売るのか、デニー知事。ということで、皆さん、今日もお聞きくださって本当にありがとうございました。はい。このネタも、はい。もう、せっかくね、もう、新報さん、タイムスさんが、民団っていうもうすごい宗教団体よりもやばい団体とつるんでいた。デニー知事が公務としてイベントに参加して祝辞を述べるぐらい、そんなやばい団体と親密だった。新報さん、タイムスさんがしっかりと報道してくれましたからね。はい。そういうことを、まあ今後もしっかり触れて、しっかり取り上げていければなと思います。今日も皆さんありがとうございました。